川家広でございます。徳川家康公が大河ドラマの主人公となりまして、特に今回は若い時の戦国武将として苦労していた時の家康公がクローズアップされるということで、小浜松に焦点が当たることとなりました。戦国武将の城下町、そして幕藩体制における要衝の地、これ東日本と西日本が出会うところでございますので、幕府を非常に重視しておりました。そして明治以降はですね、産業都市として世界的に注目されるような発展を遂げてきたわけでございます。徳川家康という人はですね、それまでにあった日本というものが崩壊した後で新しい秩序を築くことに一生を捧げました。今回の大河ドラマ、ここ浜松市がですね脱皮していく、そのようなきっかけになればというふうに思っております。